ファーストレイヤーキャリブレーションについてちょっと、レクチャーというかね、コツをお伝えしてきますので、今ね、これがプルスさんミニがですね、ここにね、映ってます。このね、キャリブレーションっていうのをこうしていくんですけど、ね、ファーストレイヤーキャリブレーションっていうのがね、この中にあると思うんで、これをやってみてください。で、NEXT。ね、最初はリセットでいいので、NEXT。で、僕今、ここにね、このフィラメント、カラーファブの N-Gen ってやつですね。これ PETG、PETG タイプのフィラメントなので、これでね、ちょっとテストをしていきます。で、ご覧いただくとわかると思うんですが、僕もね、このタイプのテクスチャーシートですね、使ってます。これ使ってます。ちょっと、ファーストレイヤーの食いつき弱いんで、最初はね、あんまりおすすめしません。最初、このね、テクスチャーシートで出来上がったオブジェクトの底面ってすごく綺麗なんで、これいいなと思って僕も買ったんですけど、あんまおすすめしないです、最初は。ちょっとコツがいるので、こっちよりはですね、こっち、PEI シートを使ってください。こっちを使うのがいいと思います。で、ファーストレイヤーキャリブレーションを、こう、多分、やったことあると思うんですけど、やっていきますという感じなんですが、まずは、この PEI シートをこまめにアルコールでね、拭いていって、で、それで、食いつかね、しっかり、ゲットにするかどうかっていうところを、何度かね、やってみてください。で、ファーストレイヤーキャリブレーションのね、うまくできた例っていうのを、これ今ご覧いただけますんで、ちょっと待っててくださいね。立てた状態で何度も倒れてしまったので動画を参考に。多分ね、それはね、ファーストレイヤーが多分うまくくっついてないのと、速度が速いかもしれません。移動のね、速度が速いスピード設定とかにしてたら結構、倒れちゃう可能性があるので、ファーストレイヤーをしっかりくっつけましょうっていうのが、どちらかというと課題ですね。ちょっとわかります？この LCD カバーのこの底面の感じ。これちょっと糊が残っちゃってるんで、僕も拭いてないんで、あれなんですけど、これぐらいぴったりくっつけとくと倒れないはずです。これぐらい。まあ、これこうやって出てますけど、これぐらいね、がっちり、ファーストレイヤーを貼り付けるようにすると大丈夫なはずです。だから、多分ね、ファーストレイヤーキャリブレーションがまだね、高い、ノズル、ベッドに対して、ノズルの位置がね、まだ高いんですよ。だからそれを下げていかないといけない、ですね。そういう設定を多分してあげないと、プルサミニで、あるいはですね、別にこれ、僕プルサミニで喋ってますけど、マーク3でもそうだし、エンダーでもそうだし、全部同じですからね。フラッシュフォージでもそうだし、全部同じです。で、これは全部同じどころか、光造形機でも一緒です。光造形機もちゃんとベッドをちゃんと鳴らして、そこに、その初期層の露光っていうので、ちゃんと張り付かせるようにしてあげないと、ベッドから造形物が落ちるので、重力に逆らって作ってるんでね。あっちも、こっちもそうですけど。なので、ファーストレイヤーっていうのは、そこをクリアしちゃえば、割とこう、あ、なんだ、そんなことだったんだってなるんですけど、3D プリント買ったばっかりとかね、まだなんか慣れないなっていううちは、ファーストレイヤーをちゃんと出すっていうところを集中して、パラメーターだったり本体をいじっていくっていうことが大事かなと思います。今、once the printer starts extruding plastic なんたらかんたらって出てるじゃないですか。これを、調整します。で、さっきの、このですね、このテクスチャーシート。これよりは、こっちの PEI シートの方が分厚いので、おそらくですね、このノズルを、上げていかないといけないはずです。で、今、これを、ファーストレイヤーをね、かけにいってます、今ね。で、Z ハイトっていうのをこういじるんですけど、出すぎですね。だから上に上げます。これわかります？これね、ちょっとごめんなさいね。こんな感じで申し訳ないんだけれども、これね、今ね、出すぎです。出すぎっていうか、こういう状態だと、カツカツいってるのもわかります？これね、出すぎです。出すぎというか、ノズルが近すぎるので、下げます。てか、上げました。で、ちょっとわかりますかね？このさ、このさ、今これ適切かな？ちょっと近いかな？まだ上げてもいいかも。これぐらいですね。これぐらいが多分ちょっと、後でじっくり見せますんで、ちょっと待ってくださいね。今ね、これファーストレイヤーを書いてるんですけど、今これぐらいが多分ちょうどいいです。で、上げすぎるとどうなるかっていうのを今やります。じゃあ今ですね、ファーストレイヤーキャリブレーションが終わったので、ちょっとそれのね、解説を、していきます。ですね、これがですね、この辺はですね、これがノズルとベッドの間が近すぎです。はい。わかります？この辺はノズルとベッドの間が近すぎなので、なんかノズル先がですね、ベッドを削ってってしまってますね。でこうなっちゃうと、まあ、綺麗に貼り付くっちゃ貼り付くんですけど、あんまり、プリントが綺麗に出ません。で、これぐらいが多分ね、適切です。触って、まあ、ちょっとボコッとあって、ちょっと触ったぐらいじゃ取れない感じ。この辺のね。これぐらいが適切だと思います。この辺かな。で、片焼きそばになりがちなのはですね、これ一番高くしたんですけど、結構ね、ボコッとなってて、多分ね、これ、こっちか。ほら、もう、ちょっと触っただけで落ちちゃうのわかります？ちょっと触っただけで、ポロッと取れちゃいましたよね。で、これをね、ちょっとずつこう、剥がしてってみると、ある時点で、抵抗感、そうだね。この辺くらいそうだね。やっぱね、これぐらいがちょうどいい感じでしたね。はい。ちょっとね、雑な最後になっちゃいましたけども、こんな感じ。で、貼り付いてないのはもう指で触ったら、そのファーストレイヤーが、キャリブレーションが調整できてない。つまりその、立てたものがパタンと倒れちゃうとかっていうのは、ファーストレイヤーがちゃんと調整できてないっていうことが、原因としては多いかなと思います。なので、このベッド面とですね、このノズルの、この高さ調整ですね。ベッド面とこのノズルの高さ調整を、まずしっかりしてあげてからですね、僕がさっき、示したこの形でもう一回ちょっとトライしてみてください。で、僕が普段 3D プリントするときに考えているスライスっていうのは、サポートが最小限になるように作ってます。大体いつも。で、それはサポート取るのが大変だからっていうのもあるんですけど、サポートを外すのが大変だから、サポートを極力ないようにして作っていく。プリントしていくっていうことを結構心がけてやるようにはしてます。もちろん物によります。物によって、当てはめるものも変わってくるので、こればっかりはやっぱりいろんなものをプリントして、いろんな、パターンを知るしかなくて、こういう形状の時ってこう出しちゃったら、なんかうまくいかないんだなとか、そもそも、多分今の段階だとファーストレイヤーがきっちりくっついてないから、造形途中でパターンと倒れちゃうっていうことだったと思うので、しっかりね、プリントベッドもちょっとかなり、ごめんなさい、汚れちゃってますけど、これ、ちゃんと洗って落として、アルコールで一回拭いてからですね、ファーストレイヤーキャリブレーションをもう一回ちょっとチャレンジしてみて、もう一回ですね、この LCD バックパネルを作ってみてほしいと思います。また今度動画作ろうと思ってるんですけど、こういうモデルをね、一回出してみるといいと思うんです。これね、組み合わせるんですよね。最後、これ、マルチマテリアルユニットで作ったんじゃなくて、オレンジ色のとこはオレンジで作って、白のとこは白で作って、この、グレーのところはグレーで作って、最後に組み合わせるんですね。で、かなりパーツの数が多いんですけど、これを、プルサミニで出してるので、これを作ってみると、こういうドーム状の時っていうのは、サポートいるのかなとか、例えばね、ここの、組み合わせあるでしょ？オレンジと白の部分っていうのは、これサポート立てた方が綺麗にはまるのか、あるいはそのオーバーハングとかブリッジングっていう、またどっかで説明しますけども、が、ちゃんと冷えて固まってるから、ここは、サポート無理に立てなくても、きっと綺麗に入るな、とかっていうのを考えながらね、プリントしていくことになるので、ぜひね、そのいろんなモデルをプリントまずしてみて、くださいというのは、僕からお伝えできること。これね、ライトセーバーもそうですし、っていうことですね。